ある方を上床町まみれ知らない人が見たら気絶するかもしれない。僕が落ち着いて今日のは掃除が大変そうだと笑うと妻うつ伏せのまま満足そうにクククと笑ってた、はい、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方をしてるのか予想すらできない、はい、ある日は共に夜が誘ってたり軍服で銃抱えてたり何本の着ぐるみが死んでた時はドア閉めようかと思った。後片付けも結構大変で床の血のりを洗えたり夜が誘ったまま晩ご飯作るのは勘弁してほしい、はい、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子になるからできるだけするね、はい、結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でもなく飛ばして海見に行ったりしたのに、結婚直後初めて部下を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのは